if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. 皆さんこんにちは、ケイズです。今回のジャパンモビリティショーで、マツダのモロ社長の発声でね、始まったこの新型車両のアンベール。まあ、ケイズはプレスとして立ち会ったわけなんですけど、もう本当にそこにいたプレス全員がびっくらこきました。もうね、ロードスターの新型車の発表かと思ったのが、もうこれが美しいこのアイコニック SP の発表になっちゃいました。これはね、もう見てたジャーナリストみんなびっくりして、その美しさ、セクシーさにもう惚れ惚れしちゃいました。まずはね、一周見てみましょう。そしてね、初言申し上げますと、全長は4180mm。これはロードスターの、まあ、990S と比べるとプラス 265mm なんですけど、全幅は 1850mm、 これロードスターと比べて、まあ、115mm けどね、このプラス 115mm 確かに大きいんですけど、それ以上にウエストが絞り込まれてて、めちゃくちゃセクシー。もうね、これね、もう撫で回したいお尻ですよね。前高はロードスターよりさらに 85mm も低い 1150mm、 めちゃくちゃ低いです。パワーウェイトレシオが 3.9、 これロードスターでしたらパワーウェイトレシオは 7.5kg パーホースパワーですから、まあもうそれの半分に迫るような、そしてもう本当のね、スーパーカーに迫るようなパワーウェイトレシオ。これ最高出力が、まあ2ローター EV で370馬力を出しちゃうというね、車両重量、まあこれバッテリーも込みで、これまだまだプロトですから、想定ですから1450キロなんですけど、まあ370馬力を出しちゃう想定でっていうの、これすごいじゃないですか。そしてエンジン、もうね、もうびっくりしちゃいました。まあ2ローターの発電用のエンジン、これ抱えるんですけど、まあこれプラグインハイブリッドにもなってる、発電だけじゃないですよ、プラグインハイブリッドにもなってますから、本当にね、グリーン電力でチャージすれば本当に CO2 も出さないですし、エンジンは合成燃料で動くロータリーエンジンを搭載。今までね、ロータリーって水素燃焼ロータリーもまた昔から研究してたじゃないですか。で、今回はそれだけじゃなくて、ヨーロッパでね、すでに進んでる合成燃料、まあこちらもね、今研究視野に入ってるっていうことなんですね。だから370馬力って、その合成燃料の今のマツダの車内のまだ目処がついてる、まあ指標だっていうことになります。まあね、これから、これはまだプロトですから、これからどんどんね、開発は進んでいくんだと思いますけど、ちょっと前までね、マツダはユーグレナさんと協力して、グリーン燃料もディーゼルとして開発されてましたけど、まあヨーロッパではね、合成燃料っていうのが進んでますから、まあいろいろなチョイスの中で、マツダはね、ベストなパフォーマンス、ベストなチョイスをこれからね、研究に乗せてくるんだと思います。はい、こうやってね、ケイズはプレスとして、まあステージを占有させていただきまして、で、合図してね、ドアも開けていただきましたよ。戻ってきたらドアをお願いします。まだです。はい、お願いします。そしてやっぱりこのデザイン、やっぱり EV ならではの低いボンネットで、そして今回はね、ポップアップヘッドライト、まあリトラクタブルライトとも言ったりするんですけど、これが久々に見ましたよね。で、皆さんね、誤解しちゃいけないですよ。リトラって法律で禁止されたんじゃないのって思ってる方、いらっしゃるんですけど、実際は禁止は正確にはされてないんですよね。ただ安全管理の上で衝突性の人間に対する、まあ安全性で R が2ミリ以下の途切ったパーツがあっちゃいけないということです。それさえ満たせばリトラクタブルライト可能なんですけど、やっぱりね、現実に正直に言うと、やっぱり故障が多かったりで、あと世界共通の規格とするためにはリトラクタブルライトを認めない国もあるので、共通とするとまあ今のところない場合があるんですけど、ここでね、出してきたっていうのは、これはね、衝撃的だと思いますし、まあ仮にリトラクタブルライトが市販車でダメだった場合でも、 RX ビジョンのように薄い目でしたら、これはね、このデザインを崩さずに実際に可能だと思うんですよね。で、よーく見るとリトラでね、めんどくさかったの、パッシングするときにポップアップが追いつかないっていうのもありますけど、これね、もうそれ
最初から考えられて、少し一部隙間もあるじゃないですか。まあそういうところがね、あのいろいろね、やっぱりね、現実的なところを松田さんはすでにもう考えられていると思うんですよね。だからそこまで考えてるって、ひょっとしたらこれこのままのイメージ、まあ多少ねバンパーのところ変わるかもしれませんが、このままのイメージで市販化される可能性は高いんじゃないかな。RX ビジョンよりももしかしたら早く実現する可能性がありますよね。このねショーカーの名前アイコニック SP なんですけど、アイコニックっていうのは直訳すると象徴的なっていう意味があるんですよね。これ結構今までも鼓動デザインっていう風な一連の流れがあったじゃないですか。けどそれを大きく飛び越して RX ビジョンに通じるようなもう象徴的なセクシーな、そして低く鋭いデザイン。これね、これからの鼓動デザインの次にマツダデザインのベースになる本当の象徴的なデザインモデルになると思うんですよね。けどこれめちゃくちゃかっこよくてめちゃくちゃセクシーですよね。もうこれね、もう本当にね、なでなでしたいです。そしてこのアイコニックの愛ね、あの群青青色の愛にかこつけて、内装もこの藍色、この藍色ってまあ広島では有名な例のまあリーバイスさん、あ言っちゃったかなまあリーバイスさんとかのあの藍物染めがの工場があるじゃないですか。まああちらのね藍色の青色にまあ染め上げたこの内装、これもねすっごくおしゃれですよね。そしてこの開くドア、まあガルウィングというよりもシザースドアと言った方がいいかもしれないんですが、これめちゃくちゃ象徴的ですよね。でリングの部分も結構太くかっこいい、武骨ではないデザインを損なわないリングになってます。これめちゃくちゃかっこいいですよね。マツダアイコニック SP です。いかがですか。操る楽しさにあふれたコンパクトスポーツカーコンセプトです。私たちは骨格に強いこだわりを持っています。それは人馬一体、美しいマツダデザインの源となります。この低いボンネットを生かした唯一無二のプロポーション、それを実現させるコンパクトでレイアウトが自由なツーローター、ロータリー EV システム、視界の良さや理想重量配分などの運動性能諸元にもこだわっています。搭載バッテリーは再エネ電力で充電され、発電用のツーローターロータリーエンジンはカーボンニュートラル燃料で回ります。日常生活では通勤やショッピングの移動でワクワクしたり、たまにはサーキットで走らせて仲間といい汗をかく、週末のドライブも航続距離を気にせずに安心して楽しめます。またグランピングでの電源として、そして万が一の災害時には1週間以上一家庭で必要な電力を給電できます。このような新しい時代に適合した新しいジャンルのスポーツカー、想像するとちょっと楽しくなってきませんか。移動体験の感動を量産する車好きの会社として、志を同じくする企業とともに、ファンの皆様をはじめ多くの方々に車が好きと言っていただける未来を作っていきたい。走る喜びは生きる喜び、マツダは前向きに今日を生きる人の
輪を広げていきます。今日はどうもありがとうございました。まあ、車好きが喜ぶ素直にいいねと好きだねって言ってもらえるような車を作るのがマツダだと思っているので、まあ、そういう意味でデザインをやってきました。ありがとうございます、はい、はい、今回はねジャパンモビリティショーに、まあ、プレスとして参加したケースですけど、まあ、この初日参加なんですが、まあ、まさかまさかのモロ社長からのツーローター、ロータリー EV の復活、うわ、復活じゃないな、新規開発ということで、もう、拍手ですね。で、まあ今回ね、本当に、まあ直接の動力源ではないんですが、まあ電気という、まあゼロトルク、ゼロ回転スタートの大トルクっていうところに、もう超高性能が、まあ、想像される。で、今非公式ですけど、はい、初言はこちらで、このすごい馬力、まあこういう書評になってるんですね。で、やっぱりこれからの、まあ、まだまだプロトタイプなんでしょうけど、これがそのままできるだけ忠実に、このグラマラスな、このボディ、これができるだけ忠実に、もうね、RX ビジョンをまあ、彷彿させるような、まあ、ロードスターをさらにグラマーにした、このボディスタイル。これがね、そのまま、できるだけ、まあ、マツダだったらやってくれると思うんですけど、できるだけこのまま市販化にやってくれれば、もう、マツダが本当にぶっ飛んだ、小さいながらもぶっ飛んだ、そして熱烈に支持される会社になると思います。モル社長、頑張ってくださいね。Fuel flow, engine start, start, oil pressure, check, phantom power, 48 volts, directional signal, check, RPM increasing, check, navigational devices on and locked, beacon lights on, highway lights on, virginity, fuel flow, engine start, start, oil pressure, check, phantom power, 48 volts, directional signal, check, RPM increasing, check, navigational devices on and locked, beacon lights on, highway lights on, virginity, intact, expressway, this is Ford Mustang.Check. Navigational devices on and lock.